今回はジャンプの元祖ツンデレヒロインが爆誕した伝説漫画、気まぐれオレンジロードの紹介だ。ツンデレは良きよ。今でこそ市民権を得て久しいツンデレだが、本作が連載された当時はその言葉すらない時代だ。しかし普遍の魅力で現代まで愛され続けているツンデレヒロイン。その元祖は一体どんな内容だったのかしっかり解説していくぜ。よろしく頼むわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。気まぐれオレンジロードは、1984年から87年にかけて週刊少年ジャンプにて連載された。松本泉先生による青春ラブコメ漫画で、全156話、単行本は全18巻となっている。本作はアニメ化に映画化もされたことでも有名だな。松本先生はもともとロックミュージシャンを夢見て上京するも、紆余曲折あり断念。その後デザイン系の学校に通ったことで漫画を描き始める。当時、多紙で人気を博していたラブコメ美少女の要素を取り入れる方向を模索していたジャンプ。そこに松本先生の絵柄がフィットし、連載に向けての活動がスタートするんだ。80年代初期といえばうるせえ奴らとかタッチがヒットしてた時期だものね。ちなみにその当時は以前紹介したストップ、ひばりくんが連載しており、落校した際の穴埋めとして松本先生が短編を描いたりしていたみたいだぞ。元祖男の子作品と元祖ツンデレ作品に意外なつながりがあったのね。では早速ストーリーを見ていこう。父と双子の妹の4人でこの町に引っ越してきた中学3年の春日京介。散歩中に風で飛ばされてきた麦わら帽子をキャッチし、持ち主の少女と出会うところから物語は始まる。お互いどこの誰かはわからないんだが、他愛のない話で盛り上がる二人。特に名前を聞くでもなくその場を後にするんだが、彼女のことが気になってしまう京介。偶然の出会いというまさに王道展開じゃない。ちなみに京介一家が引っ越してきたのにはある秘密がある。秘密？ああ、一般的には親の仕事の都合とかが多いと思うんだが、この家族に限ってはそうではない。実は家族全員超能力が使える超能力一家なんだ。しかしこのことは家族だけの秘密で、他人にバレると大事になる前に引っ越しを繰り返してきたんだ。そんなわけで今回は実に7回目の引っ越しとなる。1回か2回かと思いきやめっちゃバレてるんやな。さて新しい学校に転校したところ、例の麦わら帽子の女子、鮎川まどかと運命の再会、のはずなんだが、最初に会った時とは雰囲気が違い、射程を連れたバリバリの不良少女として登場。なんならビンタまでお見舞いしてくれるぞ。ん？帽子の人とは別人なんじゃないの？京介も不思議に思うんだが、翌日に会うと普通に、というか笑いかけながら話しかけてくる。ん？どういうこと？これは突っ張ってるがゆえの行動で、帽子の時や翌日は周りに人がいない状況。片やビンタをお見舞いした時は射程の檜山光が近くにいたため、イメージを崩さない振る舞いをせざるを得なかったんだ。ふむふむ、メンツを保つのも楽じゃないわね。しかし人気のない場所では普通に会話する二人、このまま距離を縮めるかと思いきや第三の勢力が登場。というかすでに登場しているんだが、射程こと妹分で一年の光。彼女がひょんなことから京介に惚れてしまう。クールビューティーな窓かと違い、明るく積極的な光。人目もはばからずに京介に猛アタックし、勝手にダーリンと呼ぶなど、周りから見れば完全に彼女ポジを確立する。なんちゅうアグレッシブさ。しかし京介は窓かに惚れており、窓かもまた京介が気になっている。しかし光に気を使い自分からは踏み込めず一歩引いたスタンス。ここに積極的な光が加わり三角関係が見事に完成。果たして恋の行方はどうなるのか、というのが本作の大筋なんだ。ラブコメといえばの図式が完成してるわね。では続いて本作の魅力を紹介していこう。まず一つ目は、タイプの違うダブルヒロインだ。初見では気さくに会話するも、学校では突っ張り少女の鮎川まどか。しかし成績優秀でスポーツ万能、音楽の才能もあるなど多彩。加えてスタイル抜群の美人で、京介と並んで歩くと姉と弟に間違えられるほどだ。まさにパーフェクトじゃない。しかし学校では不良レッテルから避けられており、唯一慕ってくれているのが光である手前。京介に対する気持ちを表すことができず、人前ではそっけなくツンツンがデフォルト。そんなわけで京介からしてみれば脳内が混乱しまくるわけだが、これにより二人きりの時のギャップが最高のスパイスとして作用し、長期にわたり読者を沼らせているんだ。ジャンプの元祖ツンデレヒロインここに爆誕。同世代の人気ヒロインといえばラムちゃんや朝倉みなみだが、一歩引いたミステリアスな雰囲気をまとったマドカは、それらとは一線を画すヒロイン像と言えるんだ。
またツンデレが一般的に使われ始めたのは2000年代と言われているから、そういう意味でも時代を先取った存在と言えるな。そんな時代を先取ったツンデレ標準装備の彼女、後輩のヒカルが京介に惚れているのを知り、ますます自分の気持ちを出すことができず、逆にヒカルを応援し始める。しかしこの時の表情がなんとも切ないんだ。心境が複雑すぎて辛い。さて学校といえばテストとかいう謎のイベントが定期開催されており、ひょんなことからまどかが京介のテスト対策を手伝ってくれる流れになる。さすが成績優秀なまどかさん。しかし京介はヒカルから勉強を教えてほしいとせがまれており、毎日勉強という名の図書館デートをブッキング。まどかとの勉強会はヒカルに、ヒカルとの図書館デートはまどかにそれぞれ隠していた京介だが、ある時ヒカルとの図書館デートをまどかに知られてしまう。はい終わった。ヒカルから勉強できる日と認定されている京介だが、その裏でまどかから教えてもらっていたと知れれば、男としてのメンツが立たないことを気遣い、起点を聞かしヒカルにはうまく隠してくれるまどか。なんちゅういい子や。手書きのメモをこっそり渡してくれるこのシーンにはグッときたぞ。まどかの優しさに甘えてどっちつかずの京介がなんだかイラつくんですけど、まあそのあたりは後ほど詳しく触れるぞ。さてお次はまどかを慕う後輩突っ張り少女、檜山ヒカル。底抜けに明るく、感情表現もちょうどストレート。京介にもベタベタくっつき、周りから見れば完全な恋人同士に見える。まどかとはまた違ったタイプの可愛さで、彼女に好意のない京介でも至近距離に来られると思わずドキドキしてしまうのもうなずけるぞ。お姉さんタイプと妹タイプ、タイプ別あるあるの鉄板じゃない。そんな彼女は京介が転校してきた初日にまどかの発した。知らないよ、こんなやつ。という発言を言葉通り受け取っており、二人が両思いとは夢にも思わず、京介に対する気持ちをまどかに相談するなど、彼女を複雑な気持ちにさせてしまうんだ。まあ普通に考えたら両思いなんて発想には至らないものね。しかもこの三角関係は物語の最後まで続き、時間も中学生から高校と、数年が過ぎるんだ。え？その間ずっと真実を知らないまま、だと？ああ、まさに本作最大の不憫キャラなんだ。作中では彼女に好意を寄せる人物も登場するんだが、他には目もくれない位置づっぷりだからな。青春の数年は貴重だしかわいそうすぎる。ただ彼女の存在あっての三角関係だし、やきもきとハラハラを過分に演出してくれる重要ポジだぜ。さて続く魅力二つ目は、究極の優柔不断ボーイ、春日京介だ。ラブコメの必須要素といえば三角関係の他にもう一つ、優柔不断が挙げられるだろう。本人はまどかが好きなんだが、ヒカルからの猛アプローチも悪い気がせず、なんならドキドキするシチュエーションを楽しんですらいる。しかし好きや嫌いといった名言はとにかく避け倒す。ある時はまどかに確信に迫る質問をされるも無言とこの表情で乗り切り、またある時はヒカルの不安に対して嫌いじゃないという魔法の言葉で乗り切るなど、とにかく決断せず否定も肯定もしない男、それが春日京介なんだ。聞けば聞くほどクズにしか思えないんですが、ああ、その気持ちはよくわかるぞ霊夢。京介について少し検索すると、主人公が最低、クズ男、なんて出てくるくらいだからな。ただそんな優柔不断でどっちつかずだからこそ、3年以上にわたり物語が続いたとも言えるんだ。仮に京介が即断即決、決断力のある人間なら即告白して終了してただろうからな。まあそれはそうかもだけど、あとこれは純粋に思春期男子の内面をうまく表現しているとも感じたぞ。見た目も可愛く自分に好意を寄せている女子、それを無下に断って傷つけたくないという気持ち。大人からすればはっきり断るのが筋だと言いたくもなるが、何せ主人公は中学生だ。大人と子供の中間で思春期真っただ中、ある意味スパッと決断できない方が普通とも考えられるんだ。確かに多感な時期の行動と考えればちょっとは腑に落ちるわ。あと彼の名誉のために付け加えると、ヒカルを不良っぽいと決めつける教師に対し、人を指導する立場の先生が、噂だけで人を判断していいんですか？とズバッと言ってのけるんだ。まさかそんな一面があったとは。そんな教師にズバッと意見はできても恋愛の決断はしない彼。ただ彼が決断すること、つまりヒカルを断りまどかに告白することをまどか自身も望んでいない。そうなの？もしそうなると唯一自分を慕ってくれているヒカルが傷つくのは明白だろう。さっき触れたようにまどかはヒカルの恋を応援してしまうくらいの女の子だからな。なのでもし京介に決断力があり早い段階で告白したとしたら、おそらくまどかは断っていたと思うんだぜ。確かにそう言われるとそんな気がするわね。
なので代表ながらもこの優柔不断男が物語を緩やかに進行させる役割を担っているんだ。さて続く魅力三つ目は、伏線が素晴らしい点だ。物語冒頭で風に飛ばされた麦わら帽子をキャッチする京介。これが二人の出会いなわけだが、実はここに思わぬ伏線が張られている。物語後半で窓かがこの帽子を手に入れた経緯を描く話がある。遡ること数年前、今とは違いボーイッシュな窓かが登場。見た目がサッカー少年すぎる。この時、木の枝にボールが引っかかってしまい登って取ろうとするんだが足を滑らせ落下。その時近くにいたとある人物が間一髪のところで彼女を救出。この人とはなんだかんだで仲良くなり、例の麦わら帽子を買ってもらうことに。その時言われた女の子らしくて似合ってるという言葉が嬉しく、帽子が宝物になるなど、淡い恋心を垣間見せつつ時間軸は現代に戻り、京介と出会った場面に繋がるわけなんだが、実は過去に帽子を買い、彼女が好意を寄せた人物の正体は実は、というのが見事な伏線になっているんだ。いやそこめっちゃ気になるじゃない。全部言ってしまうと感動が減るから、ぜひ実際に確かめてほしいんだぜ。さてツンデレに三角関係に優柔不断というラブコメの最高バランスで構成された本作。黄金期にあって3年にわたる連載をしたんだが、終盤は掲載順がほぼ再開。ラストにははかなり駆け足展開で幕を閉じるんだ。そこでみんな気になっているであろう三角関係の終着点。もちろんそれは残酷な現実で号泣からの土下座、ビンタで修羅場なのは言うまでもない。あ、結構激しめなのね。連載版では急ぎ足だったこともあり、単行本では大幅に加筆されているのがポイントだ。ただ後年に追加された部分の絵柄が変わってたり、コマのつながりに違和感があるなど、賛否両論の元になっていたりもするな。なんだかキラキラ感が増したように見えるわね。京介の優柔不断さが嫌いや、超能力設定を活かしきれてないなどいろんな意見はあるが、それでも伝説のラブコメ作の地位は不動と言える本作。気まぐれオレンジロードを知ってる、読んでみたいって人はぜひコメントしてくれると嬉しいぜ。みんなはまどかかひかる、どっち派だったかも教えてほしいわ。最後までご視聴、ありがとうございました。